はい、どうも、向井方のたくじです。今日はですね、久しぶりの登山に来てます。今日はどこですか？ここは乙ヶ岳で、朝4時からね、起きて頑張ってるんですけどもね、じゃあ6時半からスタートしていきたいと思います。で、今日登っていく山何ですか？これですか？これです。これ、権現岳、2715m。 今はどこですか？展望台ですか？違います。観音台かってところを探してください。これですか？北の色忘れちゃってますけど、映ってます。これ今 1500m のところから 2700m。 遠くない、ね、大丈夫？半年ぶりですけど行っていきたいと思います。久しぶりなんでね、頑張っていきたいと思うんですけどね、ちょっとね、ブランク明けには辛い 2700m っていうね感じなんですよ。でまあ早朝だけあって涼しいですよね。そうですね、ちょうどいい感じ。まだ半袖でも大丈夫で。はい、今ね50分ぐらい登って、やっと展望台が見えてきました。あれです。はい、靴下持ちありますね。これ展望台ですか？そうです。休憩すごかった。久しぶりに疲れますね。ここは雲海ってところですか？ここは雲海が見えるってこと？雲海っていう展望。1800m らしいですね。誰か手書きで書いてみます。1900、あと 800m 頑張っていきましょう。はい、今はここなんですか？星手川、うん、2100m、 あと 700m ぐらい。今7時50分、1時間半ぐらい登ってますね、うん、本当にコースタイム通り同じですね。はい、ここから後半戦、後半戦、前半戦、前半戦、前半戦残りもね、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあね、今からね、ちょっとルート変更して先に静電小屋というところに行きたいと思います。で、そこに湧き水があるそうなので、湧き水をね、水分補給しながら行きたいと思います。ちょっと水分が足りなくなってきちゃったのでね、飲み放題なんで。 OK、 結構急になってきたね。まだですか、湧き水は？まだです。怖い。2時間半で今、こちら青年小屋まで来てます。じゃあどんなものか見ていきましょう。これ休憩ですか？山小屋、氷かいってありますね。え、かき作業で行ってんか？帰り食べる、食べる。晴れてきて結構ね、上も見えるようになったんで頑張っていきたいと思います。ただ、権現の方は曇ってます。こっち、うん、聞こえます？乙女の滝、なんだっけ、乙女の水、乙女の水、滝水が出てますね。はい、あれだ、あの山小屋から5分ぐらい、うん、で、見つけました。飲んでみましょう。熱くてちょっと顔洗います。うわ、見て、ちょっと飲みますね。うまい。香水かな、これは。ちょっと硬いけど、ミネラル分豊富ですごい美味しいですね。じゃあここで補給して山頂に向けて行きましょう。これなくなるかな。取った取った取った。ふざけんなよ。危ねえ。ほんと大事な水が。危ねえ。危なかったですね、あれ。はい、今のろし場、に標高2530m。で、今からあれ、うん、それは通過点。崖やん。ギボシっていう。どっか登るんだよ。で、その奥に見えるのが権現。前の方が高くね。今2530m。あと200m ぐらい。これ登っていくの？ああ。やばい。はい、チンサブ。本当だよ。本当チンサブだよ。怖い、先行ってもらっていいですか？いいよ。いいよって
おい貧作が起きないからね、彼女は。うん、はい、で今ねちょっと5分ぐらい休憩したんですけど、おそらく行くのはこっちなんですけど、ガスってますね。あと30分ぐらいで着くはずなんですけど、まあ休憩回ったんで頑張りましょう。じゃあレッツラゴンゲンだけ。たくみさん、はい、あそこ人もいますし、山小屋と頂上です、はい、ここから気を引き締めていきたいと思います。なんで僕がこんなテンション低くしてますか。さっき落ちかけたからです。そこで落ちかけました。ちょっと集中していきます。では集中して、権限だけ。はい、で今ね、山頂近くの分岐地点に来ました。でここからちょっと目の前に荷物置いてね、あの山頂あっち見えますね。ああ、頑張ってるところに行きたいと思います。はい、今ねちょっとあそこ行こうとしたんですけどね、今ねスーパーガスでね危ないので先にご飯を食べます。ちょっとうるさいので早く食べたい。レッツラご飯ですね、これはね。ご飯を食べたいと思います。イエーイ。じゃあ一人っつ今日のご飯を紹介していきましょう。はい、ご飯、山頂バージョン。はい、じゃカメラマンさんは。はい、僕はお湯を温めてカレー飯とつまみニンニクと、つまみ酒飲むつもりかよ。食べます。はい、じゃあ赤ピーは、赤ピーはシーフードヌードルか。結構穴いてますけど、これ穴いてますけど、太いから破れちゃった。焼いてウインナーを、おいいですね。ポテトサラダを食べます。おザガビーもあるよ。はい、では匠さんは。僕はあんまり今日、あんまり今日食べないかなと思って、パンだ、パンなんですよ。これです。じゃん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 、ロングパン。カロリーは、カロリーはこちら、1個で1233キロカロリーですね。はい、なんとお値段216円、激安です。はい、これで今日の登ったカロリー消費しちゃいますかね。むしろプラですかね。これをね食べたいと思います。こんなでかいですよ。パンがでかいから顔がちっちゃく見えるんだよ。顔でかいから、ほらもう腕がこれぐらい、腕が短いからパンが大きく見えない。違う、パンがでかいんだよ本当に。これをね食べたいと思います。はい、歩いてきました。見てください、今はチャンス、今がチャンスです。歩いてきました。怖いとこ行ってきました。行ってみますか。待った甲斐があったぜ。待った甲斐あった。うん、まあ、もうちょい待てはもっと晴れるわ。権限だけ。はい、山梨 100m。 はい、ちょっとチンサブなので降ります。はい、今日はね、はい、権限だけ、これ山梨 100m に登ってみました。 2719m 頑張りましたね。なんかさっき登ったらすげえ頭痛かったんですけど、今ここ大丈夫、ここが高いかもしれません。皆さんも来るときはね、気をつけて頑張ってきてください。はい、登った時間大体4時間半ぐらいで、途中ね、水を汲みに行ったりとかしてね、湧き水とかね、おいしい水飲んだりしました。皆さんも、では登山する際、権現岳に来てはどうでしょうか。またね、バイバイ。
はい、今雨降ってきてしまいました。じゃあ今からね、ちょっと早く帰りたいと思います。